美人のガチ泣き顔からしか得られない栄養ガールに対する一般先生たちの反応集。なぐさ先輩すごく好き。早く実装されてほしい。なぐさ先輩すごく好きですの。早く実装されてほしいですの。あやめなら、シナリオ前に先行実装されていた。常になんか食ってるイメージ。焼き鳥もぐもぐちゃん。最終編で、なぐさが雪山にいたのって、あやめ先輩ロスとして、一通り絶望した帰りだったの？あやめ失踪は10ヶ月前だからもっと前じゃない？直後だったら、あんな落ち着いてみちるたちと話せないだろうし、あやめがいなくなって、もう見つかるわけないのも頭でわかってるのに、あてもなく大雪原をさまよってたに決まってる。フェス原の可能性もあるけどどうかな？豚串食べさせたい。もしかして右腕動かない？二章で治るかもだけど、治らなかったらどうやって重リロードするんだよ。今もだけど、シュワちゃんがやってたやつみたいな感じで、いや、なぐさ先輩の銃でできんのかは知らんが、素のバージョンを限定で出すのはやめてほしい。季節ものだけにしてくれ。無限焼き鳥の幸せスパイラルっ子。幸せどころか、本人は不幸のスパイラルのどん底にいたやつ。今は頬と肩で固定して、サワンで操作してリロード、とかなのかな。べちゃべちゃの泣き顔舐めたい。人の心がねえのか？ストゼロが似合いそうな女。シナリオで腕直らない限り実装ないのはわかる。雪目とかつららとか、雪女モチーフとか人気が出ないわけがない。雪女ヒロインは有名どころしかいない印象。深淵歩き。クズの歯に認められたら銃は使えるようにはなるんだけど、ああ、ふーん、とりあえずこの手紙渡してねされてとぼとぼしてる。コスプレ少女に、あんな意味を重ねてるとは思わないじゃん。早く腕から黒竜歯打てるようになって。汚い泣き顔さらした奴は大体強い。ミカ。若も。黒子。あの、ミカ。加減しよ。常時クリティカル振動で来い。正直、常時会心は止める奴いなかったのかと。水落ちでタガが外れたから。どうせプレイアブルになったら、あれ？こいつ結構ずぶといな。ってなるんだろ騙されんぞ。お前のせいだな、ナグサ。ブルアカインキャ勢の一人だった。美人のガチ泣き顔からしか得られない栄養がある。割と本気でコスプレだとヒゲしてたとはな。言動からひまりタイプだと思ってた人多いよね。先生との対面時に、自分のこと神秘的で儚げなただの生徒って評してるのがね。絆ストーリーで、この子の妖怪ごぶりやばいなってなりそう。まあないとは思うが、これで白ガキの方が先にシャーレに来たら、どうするんだなぐさちゃーん。なぐさがかなり強いのに、あやめは一体どんな強さだったんだ。再起するチャンス複数あったのに、結局再起できず、最終的に折れたまま無理やり立ち上がる。みっともなさもあるんだけど、子供なんてこんなもんでいいんだよっていうか、子供でこれができるのはすごいことなんだよっていうか。キボトスって、偉大すぎる子に脳みそぶっ壊されてる子が結構いない？方向性はそれぞれ違うんだけど。まあ完全に人外の力を生まれ持ってるからね。思春期に間近で見ると、やられちゃう子も出るんじゃなかろうか。なぐさなら、左手一本で12丁リロードしながら撃ってくれるって信じてるよ。素は天然っぽいのいいよね。死ぬほど自己肯定感低くて、天然で所属組織の立場がふさわしくないと思ってて口得た。大体富岡さん。雪女っぽいし、ヘイローも雪の結晶っぽいけど、五角形なのは名字からなのかな。この子の自虐のせいで、どんどん化け物になっていくスレミンやメスキ。卑怯とかはどう思ってんのかわからなかったな。ナグサちゃんが言うようなモンスターだったのか。メンタルギリギリまで下がってるけど、そこからは一切下がらず折れない。鋼鉄製のもやしみたいなメンタル。いやまあほっといたら普通に折れてたんだから、そういうのではないでしょ。ギリギリで頑張って踏みとどまっただけだよ。ヒュンケルの HP みたいなメンタルしてんな。自己肯定感薄いけど、最初に会った時は平凡だけど、どこか神秘的で儚げな。ただの百鬼夜行の一生徒って言ってたし、実装されても片腕なんじゃないかな。めたいこと言うと他にない個性で人気を獲得できるぞ。なぐさが強くても、あやめがさらに上の星野とかひなとか剣とかミカクラスだったら、劣等感やばいだろうし、あやめはどうも陽キャだったみたいだから、光に焼かれて頭おかしくなるのは仕方ない気がする。みどもちゃんが頑張って元の百花繚乱にしようとしてなかったら、なぐさも多分ぽっきり折れてたよね。
ゆかりちゃんが立ち直れたきっかけも、あり史実のなぐさちゃんや、彼女が率いる百花繚乱への憧れを捨てられなかったからだから、結局なぐさの存在意義も、偽物足りえなかったのいいよね。実装するにしても、この子レベルに透き通った声が想像つかねえ。かよことか、地形かなーって思う。あやめの代わりにはなれないので失礼する。おい待て失礼すんじゃねえ。誰もあやめの代わりなんて求めてねえだろうが。あずさレベルに一人で再起できる方が怖い。ミメシスが消えてなくて、アツコたちが死んでないと悟ったから、立ち上がれた気もする。あれは本当に怖いっていうか、聞くことも全く知らずに、一人で行って、帰って来られなくなる類だからマジで危ないよ。過去のサオリとか、あの時のひふみが助けたから帰って来れた。なぐさも折れたまま立ち上がったから、心が強いのは間違いないんだけど、相対的に一人で勝手に立ち上がったあずさの心の強さが、際立つの好き。ただの御用じゃねえぞ。土球の御用なぐさ土用なぐさだ。みどもちゃんはなかなかメンタル強い。心が弱えやつなのか？みんながみんなあずさメンタルだと、お話が作りにくすぎるからな。執念で来ないかなと思いつつも、来るなら2章来るのと同時かなって。旗から見たら完全無欠な百花繚乱の副院長できてたんだから、メンタル以外は問題ないんだよね。5割くらいは、顔の良さと雰囲気だと思う。実務的なこと、全部気境やってたんじゃねえかなって。実は旧立ちへの方が好きだった。前めっちゃ好きだったけど、キャラ考えると仕方ないのかなって納得した。正直すげえ残念。百花繚乱の他のメンバーから見たら、あやめがいなくなってもなぐさがいるなら問題ない評価だからね。あやめに焼かれた陰キャのなぐさは、無理だよってなったんだけど。身共復活のシーンで流れる BGM いいよね。そしてこのなぐさ先輩はあやめ先輩から、その証を受け継いだ正統後継者ですの。あずさは一人で立ち上がったことが目立つが、やりきると心が折れることも示唆されてるので。バッド世界スキルで、推定アツコ爆殺をうなだれてるのいいよね。それまでのストーリーは割と皆仲間が主軸だったけど、百花繚乱は割と孤軍奮闘から始まったのも印象的。なぐさから見たあやめが化け物なだけで、あやめ側もなぐさのために必死に努力してたんだろうというのはなんとなく感じた。最後もわざと突き放したし、バッチバチに先生に依存しそう。あんたのこと、友達と思ったこと一度もないんだけど、まつげまで真っ白だから、白い白すぎる。五体不満足なのに強え。実装するときは透き通りつつも、重さを感じるような声で頼むアロナ。ゆかり引いたときのゆかり快進撃ですのは、あまりに気の抜ける感じなのに、本編でこのセリフ出たときの頼もしさがすごい。だいたい、女の富岡義勇って評価で笑ってる。なぎさ先輩のスタイリッシュ焼き鳥の食べ方真似してみたい。ゆかりは眩しすぎる。なんだあの強さ。改めてなぐさ先輩に継承戦を申し込みますのを、瞬殺されましたのを、くうこれこれ。下手な嘘で相手を傷つける生徒が多すぎる委員会。